はい、皆さんこんにちは。りなです。タコです。エリティブログです。私たちは鞍馬に来てます。京都の山にあるところです。今日は散歩です。散歩です。ハイキングです。どっちでしょう。登山です。鞍馬寺って書いてあるね。行きましょう。あ、ケーブルカーある。やった。ケーブルカーでトップに。はい、というわけで入り口で入場料が1人300円。今現在地どこにあるの？ここケーブルカー短いよ。1時間半散歩って言ったでしょ。はい、さよなら頑張ってください聞いてないよ。1時間半って聞いてないよ。1時間ぐらい。ケーブルカー1人大人200円。なんでかわかる？短いから。もうちょっとお金払う、1000円ぐらい払うから一番うまいよねおお、かわいいケーブルカーありがとうございます。わ、すごい。では散歩開始。高弘まだスタートもしてないよ。いや、これでスタートしてなかったらやばいよ。本殿まで行くという約束じゃないよ。どこまで行くの？奥。何でも休憩してるの。よし、ちょっと休憩おい。というわけで着きました。着きましたじゃないよ。ここからもう今山登りだよ。山のてっぺんだよこれ。山何？山を越えていくの。そう多分ずっと横だよ。横登るもないよ、だるもない。あ、本当に？オッケー。じゃあ行こう。はい、これに登るかな。走れ。すごいね。お寺から出たらもう誰でもいない。うわ、まだある。何が？階段。いや、そうでしょ。全然連絡違うじゃん話がちゃうじゃないか私たちはここだよ。たかがうーわ限界。長くないよ、安心して皆さんならもうお分かりだと思いますけどレナの安心しては安心できません頑張れ。でも意外と階段だね。いや、めっちゃいやこういうことは階段しかないよ書いてあるよ。ここが一番高いところ。あ、マジで？ここから降りる。今半分ぐらい行った。30分ぐらいかかった。私は言ってること合ってるよ。1時間ぐらい。奥の院、これ魔王この道が早く終わりますように帰りがもっと楽になりますようにこれ何のために歩いてるかわかんないんだけど歩くために歩いてる高弘。はあ、大変だ。ドイツ人を嫁に持つと大変だありがとうと言って。これ危ない。しかも滑りそうだし。すごいところ。お今言ってた通り乗ったね。俺のリスクマネジメント能力の高さ分かった。行ってから滑るのが何もリスクマネジメントじゃない。この予感能力の高さ。タカの口がずっと動いてることは皆さん気づいてますか？私の口がずっと動いてるからレナの日本語の上達スピードがこれほど速いってことを皆さん気づいてますか走れ飛べ下にはもう道見えてきたよ。ね、どうも落ち着くよ。ってことは1個の山を越えたってことね。結局トータル1時間ぐらい歩いてるけど。そうでしょ。でから私の約束通りだよ、1時間。帰り地獄だよ。想像するだけでもう今ね、吐き気してる。違う帰り方あるのかな。そう、路線バスか、タクシーか、ヒッチハイクか。今ここだよ。スタートポイントここだよ。すごくね。ここにロープウェイ登って、ここの道を歩いて、で、ここに書いてない、ここの道を歩いて、ここに着いた。すごいよ、山越えたよ。雰囲気めちゃくちゃいい。すごいね。こっちはなんか旅館とかホテルみたいなのが、そうそう、いっぱいあるね。私は調べてたところはここだよ。広文。ご飯鍋とかをやってる。わお、ご飯だね。がっつりご飯って感じ。で、夏になると、ここに川流れてて、その1万2万円ぐらいのコース料理が川の上で食べれる。オープン。貴船なんとかラクズ。惜しい。惜しい。クラブ。デザート。はい、デザートがありそうだから、デザートを食べましょう。はい。タカが抹茶パフェを注文したんです。めちゃめちゃうまそう。ドドーンって感じ。うまそう。抹茶。抹茶のケーキもない。抹茶抹茶の濃厚。あげると言ってないし、勝手に食べないでください。普通こういうのは食べていいって聞いて、いいよって言われたらありがとうっていう。わかる？歩いてよかった。は。抹茶の、ごめんなさいね、ちょっと汚らしいけど、抹茶の何？ショコラケーキみたいな。お前。もう一回同じことをやったら泣くよ。うん、本当美味しい。うまい。貴船クラブっていうカフェ。帰りをどうするか考えなきゃいけないよ。ここでゆっくりしてるから、絶対に山を登って行ったら、ロープウェイに乗れないよ。バスで行くことを決めた。バス乗り場まで歩きましょう。お待たせしました。バス来ました。時間通り。こういう路線バスの旅ブログもいいかもしれないね。そうだよ。路線バスを乗り継いで行けるところに行くっていう。すみません、ありがとうございます。はい、これコラマ方面で来てるよ。バスが来てるよ。来ました。時間通りぴたり賞。整理券をお取りください。はい、ありがとうございます。はい、クラマに戻ってきました。戻ってきましたね。なので早かったね。帰りましょう。はい、というわけで今家に帰ってきました。疲れたー。いや、めちゃめちゃ疲れたよ。でも荷物が届きましたね。ロジーリリーさんからパッケージが届きました。何が入ってる？靴のクリーナーだって。タカは掃除するのが好きだから靴のクリーナー。おしゃれな感じ。マイクロファイバークロス、プレミアムシューズシャンプー、シューズウォッシュブラッシュ、プレミアムディオドラントパウダーフォーシュー。臭い靴に使える。よかったじゃん。私の靴臭くないや。全く臭くない。嘘つき。はい、どうぞ。やってください。ブラッシング中、ステップ1です。はい、じゃあこのシャンプー。おー、めっちゃ気持ちいい。うわ、ふわふわ。めっちゃいい匂いする。あー、おー、気持ちいい。うわ、めっちゃいい匂いする。気持ちいい。すごい。タオルで拭き取ります。はい、拭きます。うわ、めっちゃ綺麗になってるじゃんね。えやばっ、ピカピカ。すごいね、こんな綺麗なんだ。じゃあ最後のステップは、はい、靴振ったことないけど、はい、白くなった。おお、全体的に白くなったじゃん。はい、これで置いとけばいいんだね。はい、というわけでロージーリリー情報概要欄にそこで確認してみてください。興味がある方はぜひ使ってみてください。楽しかったならぜひいいねボタン押してくださいね。また次の動画で会いましょうね。